後の展開として、まあ、2期の仕組みはちょっと時間かかるなというのはそもそも予想がついたので、その間にできればその1期で制作した人形などを使って何か小作品作れないかなという模索はみんなでしていたんですけれども、そういった中でいくつかあった案の中から最後に残ったのが今回の企画ということになりますね。もともとあったその霹靂さんの作ってきた補填劇、これはですね日本の多くの人が知らなかったもので、それを通り研究機で初めて見た方も大勢いらっしゃったと思うんですね。でその方たちが、僕もそうなんですけれども、初めて見た時のその衝撃、これはちょっと日本はアニメとかゲームとかいろんなものあるんだけれども、そのどこでも見たことのないようなその映像の凄さ、迫力っていうものにまず圧倒されたと思いますね。で、その人形劇として、もうすごくこう新しい進化を遂げている補填劇、ここに室伏のそのアイデア、企画アイデアや、脚本っていうものが加わって、またちょっと見たことないような、魅力のあるストーリーや、キャラクターの深みのあるキャラクターみたいなのが、表現できている作品なのかなっていう気がします。でキャラクターデザインもですね、ニトロプラスの所属であったりとか、もともとニトロプラスにいた、キャラクターデザイナーたちが協力し合って、デザインさせていただいたんですけども、本当今まで僕らアニメとかゲームとかいろいろ作ってデザインをしてきた中でのそのアイデアとかノウハウがうまく活かせて本当に良かったなって思います。一期で語り尽くしていない隙間になる物語とかどうしてもありまして、それはやはりそのメインキャラクターであるリンセツァの後々のその描写をしていくにあたって、ぜひ一度お見せしておきたい物語であったんですね。でそのあたりもやはり自分一人で物語を完結させてしまうと、やはりこう後々の作品の伸びしろというものが狭くなる危険があったので、大変懇意にしている作家さんに、榎並光則さんにまずは一旦原作を作っていただき、そこから改めて映像向けの脚本を僕がリライトすることによって、前日さんとして、隣接だと説務省のお話をと考えたんですね。ただいざ作ってみるとですね、これが思惑通りの物語になったとはいえ、あまりに後味の悪い話になってしまって、これはもう一つ別のキャラクターを使った作品を加えてオムニバス形式で作品の尺を調整すべきだなと考えました。
でそれで娼婦間の物語の方は隣接和編 の、 あの物語よりもその後味が良くなるようなちょっと明るくてコメディタッチのものにしようと考えまして、僕が改めて書き下ろして作りました。